アルミのレールがありますね。上にあるで、あったり。あとの綺麗に撮れるか。動画難しいですね、これ ね、 そうシャッタースピードで落とせるようなアプリ使うと、はい、非常に綺麗に撮る。はいはいはい。すごい休憩の、でも、はい、動画の制御ってどういう面として捉えてるだけです。基本的には球、うん、も面もあんま関係なくって、はいはい、だからまあこれ一周が一個の画面として捉えた状態の、ね、はいはい、あんまり本当に平面のこういう動画をやるとなんか上と下がグニャってなっちゃうんで、はい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 、わざと切ってます。ああなるほどなるほど。まあ、やっぱり本当に球体の画像ってあるのって地球と月ぐらいなんで、はいはいはい、だからまあこういうの静止画でこういうのだったら全然あの、うん、そこを貼り付ければ終わりなんです、はいはい、あとはまああのあんまりゆがまなさそうな感じのなんか画像を考えて、まあ、こういうやつとかだったら、まあむしろ球体っぽくていいかなみたいな、はいはい、で作ってすごい。でもバーサライター系ですよね、完全にこれ。はい、おー基本的にどれも思想というか、はい、あこれまでちょっとあの毛色違って、あの、はい、電子オルゴールなんですよ。オルゴールなんですか。あのファミコン音源みたいな電子オルゴールなんですよ。はいはいはい、はい、あの昔あのニコニコ動画で初音ミク生誕祭みたいなのを出したんで、はいはいはい、それでおまけで持ってきた。なるほど。別にねバターなんか専門じゃないんですけど、バターもやってるんですけど、最近なんかこんなもんバター作ってる。なるほど。いや僕はバーサライターをまだちょっと面白いなと思いつつ出してるので、ここまでやられてるのを見ると圧巻ですね。結構ね、なんかブログであの一番のベース側はあの本当にモーターを回すだけの、はいはいはい、おあ、あ、でも一瞬いい感じだった。回転数がいい感じだった。これはまだ動かしてる。あ、そうなんですね。あの、はい、むしろ今さっきはあの加速してたの、はいはいはい、本来の動きじゃなかった。なるほど。まあ、あの本当はバースレーターやってる人がすると、ピタッて止める方が。